はい、皆さんこんにちは。 Welcome to JC 陽平先生です。さあ、皆さん UFO は見たことがありますか？ UFO を見たことがありますか？見たことがありますか？見たことがありますか？さあ、ということで今日勉強する言葉はこちら、何々したことがあるですね。何々したことがある。さあ、この言葉ね、意味は一つだけです。うん、経験です。経験って何でしょうかね。英語で言うとエクスペリエンス、今まで自分がやったことね、経験したことね、これを表すときにこのたことがあるという言葉使ってみてください。いいですか？ということで今日のレッスンではね、皆さんたことがあるという言葉を使って皆さんの経験を表せるようにしましょう。いいですか？それでは今日も陽平先生と一緒に集中。さあ、ということで今日勉強するのは何々したことがあるですね。皆さんの経験、今までやったことね、今までもう終わったこと、経験したことね、そんなことを表すことができます。いいですか？ルールはとっても簡単です。こちら、動詞の多形プラスことがあるね、多形です。動詞は常に多形を使ってください。いいですか？多形っていうのはね、日本語で言うと過去形、パステンス、過去のことを表しています。なので皆さん経験を表すときは必ず過去の動詞を使ってください。いいですか？はい、では早速例文を見ていきましょう。こちら、私は UFO を見たことがあります。私は UFO を見たことがあります。さあ、このように見るの多形は見たですね。見たことがある、見たことがある、経験、エクスペリエンスを表すことができます。ですか？他にもこちら、日本へ行ったことがありますか？日本へ行ったことがありますか？このように使えますね。行ったことがある、ね、経験です。行ったことがあるね。行ったは行くの多形ですね。行ったプラスことがある、このように言ってください。たことがあるを使うとね、皆さん経験を表せました。では反対に、経験がないとき、ないときはどうやって言えばいいでしょうか？うん、正解はこちら、たけプラスことがない、またはことがありません。このように使ってください。例えば、鬼滅の刃を見たことがありません。鬼滅の刃を見たことがありません。このように使いますね。経験がないときは見たことがありません。このように言います。鬼滅の刃、日本ではとても有名ですね。強くなれる理由し、先生は見たことがあります。でも例文は見たことがありません。このように使ってください。では、もしこの経験がないことを強く言いたいとき、ね、強く言いたいとき、この言葉を使ってください。一度も、ね、一度も。英語で言うと、never。ね、never を使うと、ね、経験がない、経験がゼロっていうことを強く言うことができます。例えば、こちら。鬼滅の刃を一度も見たことがありません。ね、鬼滅の刃を一度も見たことがない。これはゼロってことです。ね、ゼロ。ね、このように強く言いたいときは、一度もを使ってください。わかりましたか？さあ、このように経験がないことを強く表すときには、一度もという言葉を使ってください。わかりましたか？はい、お疲れ様でした。今日はね、たことがあるという言葉勉強しましたね。うん。大事な意味は経験です。経験。ね、エクスペリエンス。経験があるかないか表すときは、このたことがある。ないときは、たことがありませんって言ってくださいね。そして、ね、よくある間違い、ね。とても多い間違いがあります。それは、動詞の形です。ね、動詞の形はいつも、
そうですね、他形、動詞の他形ね、パステンス、過去形を使ってください。いいですか。はい、では次はあなたの番ですね。もし素敵な例文ね書けましたらコメント欄に書いてみてくださいね。たことがあるという言葉を使ってね、素敵な例文をね書いてみてください。先生がチェックしますからね。はい、では今日はここまでにしましょう。この JEC チャンネルでは皆さんがよく使う日本語のフレーズを陽平先生がわかりやすく説明しています。もしこの動画が勉強になったなと思う方はチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。そしてこの動画ちょっと難しいなと思う方、安心してくださいね。英語バージョンもありますね。英語バージョンを見てまたよくわかったらこの動画に戻ってきてください。いいですかね。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。